これ文字ちっちゃ。やっぱり HD だ。 The Legend of Zelda。 あ、来た来た来た。 Breath of the Wild。 ザーですからね。 Breath of the Wild。 ザ、ザ。おー、何言うんだろう、これはトライフォースか、それか剣の輝きか、何の光だこれは。お、冷まして。またこのパターンか。何の光、また寝てるパターンか。うわぁ、なにこれ。ホルマリン漬け。ええ、なんかあれだな、スプラトゥーンの復活土台みたいな。すぐ隣でありますけどね。今日も戦ってますけども、選手たちが。あ、これが噂のパンイチリンクか。そうですね、今回はこれか。はい、このまま冒険していただいても構いません。え、マジで、はい、え、これもしかしてこれでラストまでいけちゃうかもしれない。あ、頑張ればいけます。はい、普通に。なんか矢に詳しいね。いや、なんかまあちょっとここ2週間やたらめったらこう映像を見たりとか、なんかインタビュー見たりとかばっかりしてたんで。なんか、はい、ラストまでクリアできます、今断言してるあたり、なんか中の人ですかって言いたくなるよね。あ、もう動かせんのかこれ。あ、もう動かせます。あ、はい、マジか、はい、上も下もあのね、トワイライトプリンセスの時に相撲を取る時にこんな格好してたけど、それ以来だな。まあ、今回ちょっと原始人リンクなんで、なんか最初は。ああ、はいはいはい、はい、それなんかこうネイチャーな感じというかを楽しんでいただければいいんじゃないですか。なるほどね、はい、生まれたままの姿で、はい、景色もネイチャー、人間もネイチャー、はい、これか。お、なんか光った。あー、なんかこれトワイライトプリンセスのソルの、あ、でもシーカー族の模様が来た。はい、それはシーカーストーン。はい、今回のシーカーストーンは全然くっちゃべりません、静かです。覚めたあなた導くでしょう。どうですか。うトゥルルルン、ごまだれ。最初の控えめなごまだれからまずスタートですね。シーカースト、はい、中央のパネルが光る不思議な板、初めて見るものなのになんだか懐かしい、はい、初めて見るものなのになんだか懐かしいというこの不思議な言い回しで、このシーカーストーンにこうして扉が縦、あ、はい、ところてん。ところてん、そうやっては縦に開くとは思わなかった。なんで本数を開ける必要あったんですか ねこれなんだ。これはあ、なんかちょっと待って、取っても取らなくてもいいサムシングです、これは。お、開けます。あ、古びたパンツ、あ、ごまだれかと思ったら違いましたね、はい、あちこちつるけど、はい、でもちょっと裾が短い。あ、プラス、そう、今回このジョイコンのプラスボタンって本当にプラスの形してる。なんかね、十字キーがめっちゃちっちゃくなったみたいな、あのアリちゃんだったら巨大コントローラーになるかなくらいの、そんくらいの、これ下とかない？はい、これ下、これはあの下上押しても一緒なんじゃないですか。あ、ちょ、ちょっと待ってください。あ、これもしかして、あ、装備できますよ。装備できるの？はい。あ、これで防御力が1プラスされたんで、ちょっとだけ死にづらくなりました。これも？はい、それもあの1取ります。あ、上も来たか、はい、でもちょっと袖が短いって、これまた、あ、なんか意味深に袖の短さアピールしてきますからね。そういうことこれ、はい、そういうことこれ、はい、つまりもともとリンクのものだったけど、まあそうですね、あのちょっとぐらいやっぱリンク成長してんじゃないかな。はい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 、なるほどなるほど。え、剣がありそうじゃない、この流れで言うと。まだ服だけ、剣はなんかあのいつもなんか大体おじさんからもらうとか、なんかそんな感じなので。そうか、なんかイベントこなしてのことがほとんどか、はい、そうですね。シーカーストーン、飾
ざすのです。かざすのです。それはあなたの道を開くもの。シーカーストーンをこうモバイル式になってるっていうのは結構新しいね。はい、今回はあれなんですね、スイカ形式なのでシーカーストーンは。ここで毎回はい。あれスマートフォンかざしますみたいな、はい、そういうちょっと時代を反映してるみたいなとこあるかもね。はい、シーカーさん入金確認しましたみたいな。ロックを解除します。うん、またそれがところてんかっこ大。あ、触れたコントローラー触れた。そのちなみにコントローラーが触れるのは HD 振動という。あ、そうね、HD 振動ね。再び照らす光。聞いた。今こそ旅立つ時です。多分まだ全くわけ分かってない状態だな、はい、このリンクとしては。とりあえず目の前に与えられた服とズボンを履き、そしてシーカーストーン。こう？あ、ちょっと待って。うん、え、何これボルダリングみたいな感じ、はい、え、何、しかも頑張りゲージも出てる、はい、ちょっと待って、大丈夫です。あ、これダッシュできるのか、こうやって。へぇ、はい、ダッシュで、あ、しかもちょっとなんか減り早くないか、この頑張りゲージ。まあ、今回はスカイボード、リンクの、ちょっと待って、スカイボードソードから反映されたこの頑張りゲージだけど、草原の中に出てきた。おーおおー、これは随分と広大としたこの、あ、わ、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド、これはサムネイル候補だなあんたちょっともう考え方が職業実況者すぎますって。もうこれ見逃しに、あ、この形、この雰囲気見覚えあるね。はい、しかもなんか変な人が、あ、なんか光ってる。始まりの大地ですね。木の枝。はい、あははははは。これがまず剣の代わりになるやつか。はい、今回は基本的にそう、剣よりも先にいろいろ手に入るはずなので。え、これもう向こうの方とかも全部行けるのかな。はい、あそこの前の崖から降りていただいても大丈夫ですよ。え、はい、これこう。はい、大丈夫ですよ。降りる。ああ、普通に捕まったか。今のもしそのまま行ってたら死んでましたけど。マジかよ。なんだよ。危ねえな。なんか向こうにデスマウンテンみたいなのが見えて。はいはいはい。で、あとあれは。あれはまあ。やっぱり。気の死ぬみたいな。だよな。なんかそんな感じですね。だよな。はい、おいで。ダッシュしようか、せっかくだから。はい、まあ、今回は基本頑張りゲージ仕様ですが、最初はすげえ減るの早いです。早いね、これ。なんかリンクの冒険と一緒で体力であったりとか頑張りゲージであったりとか、リンゴ強化方式 でなおかつ体力が回復するのが、これあれですね、今回は完全に食料で回復します。へえ、はい、ちょっと適当に取って、あ、フォフォフォ、こんなとこに人がいると珍しいの。さよなら。待ちなさい。即答しない。そんなに急いでどこへ行くつもりじゃ。見知らぬじじいと話をするのは苦手か。してお主、こんなところで何をしておる。さよなら。好きにするがいいわい。あ、終わった。終わった。ちょっと待って。すいません。老人あんまりいじめるとすねるから。すいません。え、やっぱり話がちょっとなったよ。やっぱりというあたりがちょっと嫌だな。そうね、まあ、分かってた。こう実質イエスオアハイ的なところあるよ。あ、ここは始まりの大地、遠くハイラル王国の発祥の地と。はあ、発祥の地ね。なんかスカイボード騒動もね、はい、このハイラル市の創世記の話だっていうことで言われてるけど、これも始まりの大地か、うん、なんかそれ偽物、あ、それにね、どっちかが偽物、どっちかが本物とかってことってあんのかな。いや、うん、あれは、はあ、そうかそうか、はい、なるほどな。だいぶ時代が下って、はい、っていうことか、はい、はるか昔より王国の祭事に使われておった神殿じゃ。100年前その王国が滅んで以来長く放置され荒れ果ててしまったがな。ご覧の通りじゃ、今では誰もよりつかん忘れられた場所よ。わしはしばらくここにおるでな。
何かあればまた尋ねるがいい。ムキムキやね、やっぱこのおじいちゃん。でも剣くれないんですよね。あ、ちょっとなんかおっしゃった。あ、ちょっと、ちょっと。びっくりした。ちょっと、なんでなんかちょっとスマートフォンの録画モード、なんか撮影みたいな。なんか初これ、なんかあの人に似てない？どうなんですかね。なんか歴代のヒゲといえばやっぱりなんかケプラさんとかなんかそのあたりになりますけど、ちょっとヒゲの形違うなっていう。あ、入らろうか。いや、俺ほら、赤い船の人。はい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 。あれちょっと彷彿とさせたけど。あの人そうか、今までトゥーンでしかなかったからなんか結構こうヒゲが尖ってるんですよね、こう。だからそれがなんかふわふわになったらどうなるかなっていう感じです。あの人すげえアグレッシブな人のはずです。後でなんかいろいろ飛んできたりとかするらしいので。回転切れできないのかこれ。いきます。回転切れは ありません。あ、できたできた。できてます。はい、大丈夫です。これグリグリ。あ、ちょリンク、なんだ。あなたの脳内に直接語りかけています。マップの示された場所。お、マイナス押してみよう。はい、シーカーストーンの示す場所。ほう、一応目的地あるんですね。はい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 。なんか真逆指してますけど。ってことは真裏だね。はい、こっちか。こっちの方に行ってみればいいのか。はい、行ってみます。ダッシュ。なんか結構今までなんか体験されてる方ってなんかこう、ちょっとね、なんか変な人が来てます。いや、ボコブリン的なやつが来たの、はい、これもうナチュラルに注目をしている。おい、だ、いや、切れそう。回転、あ、切れた。ちょっと待って、え、戦えないじゃん、もう斧を手に入れたな、さっき。ちょっとなんかね、なんかそのあたり、なんか落ちてるもん、なんかすげえ、ジャンプできるの。あ、これおーおー、あったあった。おし、オッケー。斧のおさんか。うわ、重っ。あ、死んだ。で、木の枝拾おうか。それは拾っておきます。オッケーオッケー。あ、なるほどね、はい、こういう武器がいっぱいあって。はいはいはい。これも回転切りできる。重そうだな、それの回転切り。で、なんかね、俺 X だけこれジャンプができるんだよ、はい、今回こう崖ジャンプができるっていうのは結構あの 3D 中だから革命なんですよね、これは。崖にね、今までこうピョンって崖際からジャンプしないと、はい、飛び降りる形でジャンプってなってたけど、はいはいはい、これ普通に今までのやつはそういう飛ぶ崖のところにスクリプトが書かれてたんですけど、今回そのいわゆるこう 3D マリオ方式のその場でジャンプっていう。おー、何これ。おー、あー、さらにこう空中で攻撃をしていくと。かっこいい。で、今ね、コメントの方で斧でも回転切りできるって、もうすでに経験した方ですか。まああれはやっぱりもう見てくださってる。そう、遊んだことある方なんですかね。うわ、なんか変なの来たぞ。これなんか懐かしい顔がいますね。やばい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 。素材が欲しそうな顔してるんで。素材欲しいな、これ回転切りできるの。ちょっとやってみよう。あれじゃないですか、ためるとか。押しっぱなしでためてください。これか。うわー、本当に世界記録95メートルが出ました。あ、出た出た、やっぱり出た。これはチュチュゼリーですね。青チュチュ、はい、いつものやつです、はい、これは室伏選手もびっくりの強肩ですね。おーほー、まあ、とりあえず目的地向かうぞ。あ、本当だ。割と、これ右下に地図出てんのか。はいはいはい。どこ見てるんだと思った。ゲージ本当減り早いな。まあなんか基本的にゲージはなんか直前から、はいはい、そんな感じで回復しながら行けば。合ってんの？はい、大丈夫です。じゃあとりあえずあれだけぶちのめしましょう。あ、縦を。それで。縦取れそうだな。これで。さあ行くぞ。はい、縦さあ。第二の試技。行け。決まった。おお、最後畳みかけて、畳みかけて、遠距離からよしよし。いいね、全く敵を寄せつけずボコブリン何もできなかった。お、昨日矢が手に入った。結構すぐ手に入るんだな。おお、なんかね、はい、スカイボードソードだと弓矢がかなり後半の方で手に入ったけど、はい、弓矢ってすごい強いツールなんですけど、なんかこうゼルダ的に斧は弱い。やっぱ隙がでかいのかな。はいはい、で、ここの中でいいの。あ、シーカーストーン。もうかざします。認証ちゃいましょう。認証台がある。端末認証台セットしてください。急に説明口調。斧で攻撃力低いってなんか嫌だな。ドルカスがかわいそうじゃないか。シーカータワー、
シーカータワーを起動します。揺れに注意、揺れに注意したけど、なんでそんなに痛みにつくせりなの、アナウンスが。あとほら、白線の内側に下がってお待ちください的な。やっぱり事故が起きちゃうとやっぱりいろいろまずいから、ね。はい、うわ、ちょっと待って、これ全部動く。あ、リスが逃げて。鳥が羽ばたく。後へ継いで、さあ、良き生物も悪き生物もみんなこのシーカータワーの登場に恐れおののき。びっくりした。また浮かび上がるんかと思った。あ、すごい。あちこちで出てるのか、しかも。はいはいはい。いやー、すげえな。いいね。いいね。ほう。おはようございます。これは、なんだ？シッカータワー。今日は、目的地です。始まりの塔。始まりの塔が、だから。これに関してはあまり詳しく知らないんですが、多分まあ目的地でなんか目指していくとこうシナリオ進むなりダンジョン進むなりって感じじゃないですかね。なんか雫が落ちてきたぞ。あ、これあれか、チャージ完了、入金完了1万円入金されてからの、あ、なんかすげえ詳細な細かいマップが出てきたな。でもこれはこのラインだけじゃないですか、これ実は。だからこれ横になんか、そっかそっかそっか、群馬県みたいなやつとか長野県みたいなやつとかなんかある。群馬県庁か、さっきの県庁だったんですか。あ、そういう世界観。もうついに群馬県、ゼルダの世界まで行きました。あ、そっか、道理でだらっぴろい大地にただ一つだけ建物があると思ったわそろそろ怒られてしまう。あ、そういうことかってことは県庁の職員か。さっきの人は職員しか入れないパスみたいな、はい、思い出して、思い出して、あなたは県庁の職員なの、あなたは優秀なエリートなのよ。あ、100年眠っていたんです。あ、そういう、マジか。この怪物が本当の力を取り戻した時、ちょ、おいおい、終わりを迎えてしまう。なんかこう今までのパターンから言うと明らかにガノン臭、明らかなガノン臭漂う邪悪な気配が充満し始めたぞ。この真ん中がハイラル城なのか。ハイラル城ですよね。でも手遅れになってしまう前に早く早く早く、コンプリート。ああ、そうか。一応これミッションは。そう、今回チャレンジっていう言い方をするみたいな。大丈夫ですか。これやばいやつね。多分やばいやつ。これやばいやつ。パラショールないですか。いや、そう、パラショールないです。パラショールもロフトバードもいないから。はい、一応この群馬県庁建物の高さは確か150メートルぐらいあったと思うんで。これは降りるわ。あれ降りる、どこから降りるのこれ。あ、よかったよかった。え、ちょっと待って、これは一個一個軽く死んだかと思った。こうこう、はい、これでいいんだよね。はい、大丈夫です。ずいぶん群馬県庁にはエレベーターが存在しなかったこれ登るときどうするんですか。だって登るときこう。ああ、そうかそうか。なるほど。ということはこれ登るの結構大変だな。登るの結構大変だな。こうか、はい、こうか。あ、非常階段、なるほど非常階段か。おお、あ、あ、あ、さっきのジジイ。おお、そう、あれパラショールじゃないの今の。まあ、パラショールとはちょっと違うものなんですけど、でも同じ、まあ、大体滑空ですね、あれができるのは。はいはいはい。今回はあれか、デクノハみたいな感じか。はいはい、風のタクトの、どっちかというとそういう感じです。はあ、力がして、塔の上はどうであった。声聞こえた聞こえたあ、今回は素直ですね。心当たりは、まあメタ発言だけど明らかにゼルダですよねそのシリーズやってるかどうかを聞いてくる質問なのかもしれない。青沼さんも行きはよいよい帰りはつらいって、あの塔。いや、逆 に、 本当に行きはつらい。あ、でもあの塔はどうなんだろうやっぱりあれ、ね、インタビューでは行きは
辛くて、帰りはあのなんかこうワープとか使えるんで楽って言ってはりましたけど。え、どう見てもあれ登もう一回登り返すの大変じゃない？でも。ああ、多分あれじゃないですかね。なんかヤクサイガノン。ヤクサイガノン、そう。今回のラスト、まあ。Thank you for playing。どこで切るねん。めっちゃいいところ切ったよ。ヤクサイガノン。ヤクサイガノン。ラスボスの名前出たところで終わりましたけど。いやー、これは気になる展開ですね。ヤクサイガノン、Thank you for playing ってなんかガノンに拍手を送られましたね、今。さあ、というわけで、どうもありがとう。はい、ちょっとね、まずは、セピアが体験プレイということで、やってみましたけど、いや、でも最初から、のっけからもう、今までのシリーズファンなら、どうなってるんだ、これはって、気になる展開だったり、気になる描写だったりっていうのがたくさんあって、特に俺、一番気になったのが、2つの宝箱が出てきた、ちょっとだけちっちゃい服と、はいはい、ズボンと。あれ、子供の服っていうほどちっちゃくはないんだけど、でもちょっとだけ今のリンクのサイズの方が大きい。え、これってっていうのをちょっと考えましたね。まあそういう世界設定とか描写とかにすごく注目していきたいなと思ったところでした。はい、で、これからですね、もう1プレイ、ね、もう1セット、はい、やっていこうと思うんですけども、まあ、ただ普通にやってもね、同じに、まあ、同じにはならないか、この人だったらこの人だったら同じにはならないと思うんですけど、まあちょっとこうね、アクセントをつけるために、ね、ここで視聴者の皆さんね、アンケート取りたいと思います、はい、アンケートを取って、そしてその皆さんが選んでくれたお題に沿って次のプレーをしていきたいと思います、はい、お題はですね、ちなみに難易度順に、難易度じゃ、もうちょ、昨日多分これ放送で見てくださってた方なんでしょうね。昨日放送見てくださってた方、そう、昨日やったんですね。そう、はい、1番から4番までアンケート出てきます。で、1番が一番優しくて、4番が最も難易度が高いアンケートなってます、はい、それでは皆さんお手柔らかによろしくお願いします、はい、アンケートどうぞ。あ、来た来た来た。1番、始まりの大地の周りを探索、難易度1。2番、ガーディアンを見つけろ、難易度2。3番、料理作りを体験せよ、難易度3。4、コログを2匹以上見つけろ、難易度5。なんで4が飛ばされた、難易度。なんか飛びましたね。なんかホテルの部屋番号みたいに4を回避するみたいな。なんだこれ。まあ皆さん、大丈夫ですよね。お手柔らかに。ほら、番組の進行ね、時間もそんなにないですし、今日、限られてますから。ね。これね、もう分かってますよね、皆さん。OK ですよね。倒せるんかな。よし、じゃあこの辺りでよろしいでしょうか。はい、それではアンケートを締め切りとさせていただきます、はい、ではアンケート結果オープン、ドン。君たちに慈悲の心というものはないのかい。え、私ですか。